분안녕하세요もうすぐ4月ですね。新学期がスタートします。ミレでも新学期が4月から始まりますが、なんとミレはこの4月で丸10年を迎えます。最初の頃は通信添削もカセットテープでやり取りをしていましたが、それが USB になり、そしてデータ版でできるようになり、そしてさらにオンラインでも教室授業が受けられるようになりました。この10年の変化、目覚ましいものがありますね。昔とは違って、社会の変化、インターネットの進化、とても早く私たちの年齢ではなかなかついていけないというものもあります。でも韓国語学習をして、ミレで仕事をしながら必死に日々韓国語だけではなく、そういった機器の使い方なども勉強しながらここまで来ることができました。おかげで10年前には考えられなかったような私がここにいます。10年前は韓国語もできませんでしたし、動画撮影なんてもってのほかでした。でもこのように皆さんに動画でご挨拶をしたり、スマカなどを配信して皆さんに勉強していただくような動画も撮ったりもできるようになったし、そしてオンラインの授業ですね、こちらも充実して、今ではハイブリッド、教室とオンラインと同時に一緒に授業をするということもできるようになってきました。こういうことを思うと、本当に韓国語学習のおかげだなというふうに思います。韓国語学習を通して変わってきた自分を、これからの10周年目の1年間で再確認をして、さらに新しいことにも挑戦していきたいなと思います。皆さんも4月からはいろいろなことがスタートすると思います。このような時期ですが、自分を見失わずにコツコツと続けていくと、この後の10年後にどんな自分がいるか、それを想像しながら毎日を暮らしていっていただきたいなと思います。そのお手伝いをこれからも少しでもできたらいいなというふうに思います。では今日の動画でミレマガ一緒に見ていきましょう。では今日の単語です。登場、これはタプスン、激音はしっかり気を前に出してタプスンと発音しましょう。韓国航空780便の飛行機に搭乗なさるお客様は、2番ゲートにお越しくださいますようお願いします。長い文章ですが、よく聞く文章ですね。これは何と言うでしょうか。このようになります。まず780便ですが、韓国語では780편というふうに780漢数詞を並べて発音するのが普通ですね。長くなると言いにくいですので、このように並べて発音します。ですので、한국항공780편비행기에탑승하실승객여러분께서는、こちらも승객여러분というふうに早く読むときは二音挿入をして発音すると自然ですね。승객여러분께서는というふうに切って発音なさっても構いません。2번ゲート로와주시기바랍니다、こちらは2番ですので2번というふうに発音します。ではもう一度一緒に読んでみましょう。한국항공780편비행기에탑승하실승객여러분께서는2번ゲート로와주시기바랍니다。ではそれでは次の単語です。批判ですね。こちらは何と言うでしょうか。批判ですね。こちらにも激音がありますね。しっかり息を出しましょう。多くの国民がその政策を批判した。こちらはどのようになりますか。多くの国民、こちらは많은국민というふうになりますね。国民、こちらは鼻音化をしますので、
キヨッパチムはイウンで発音しますね。しっかり鼻に響かせてクンミンとなります。制作はチョンチェクですね。ですので많은국민들은그정책을비판했어요となります。万事に批判的な人は疲れます。万事は何というかわかりますか？これはメサというふうに言います。これは毎時という漢字語ですが、万事はメサというふうに表します。メサへ批判적인사람은피곤해요。彼は辛辣な批判をためらわなかった。これは辛辣は漢字をそのままハングルで読んで辛辣になります。辛辣と書いて辛辣と発音しますね。どういう発音変化かわかりますか？これはニウンとリュールが隣り合っていますので、辛辣というふうに流音化をします。そして肌がつきますので、辛辣ランというふうな発音になります。そしてためらう、こちらはソスンタという単語になります。그는신랄한비판을서슴지않았다。こちらもソスンチというふうに脳音化しますね。では3つの文章を一緒に読んでみましょう。많은국민들은그정책을비판했어요。メサへ비판적인사람은피곤해요。그는신랄한비판을서슴지않았다。では次はトピックの問題に挑戦してみましょう。中級の問題は、ウィミがパンデインゴするコルシプシオですね。ですので意味が反対のものを選ぶという問題です。反対の時はこれを忘れがちですので、必ずこのようにチェックをしておきましょう。問題文です。ウィサが短文がんたったかん음식을먹지말라고했다。こちらはまず、ちまらごへったとなっていますね。こちらは、ちまらごはだで、何々するなという意味になります。ですので、もっちまらごへったで、食べるなと言ったという意味になりますね。全文の意味は、医者が当分の間、たったかん、こちらは硬いという意味ですね。だったかだというふうに、こちら激音化しますので注意しましょう。硬い食べ物を食べるなと言った、このような意味になります。では硬いと反対の意味になる選択肢はどれでしょうか？1番ゲクタン、2番信号運、3番アルムダウン、4番プドロウン。さてどれかわかりましたか？それぞれの意味はこのようになります。原型の意味ですね。ゲクタダ、これは清潔だ。シンゴプタ、これは味が薄い。アルンダプタ、これは美しい。プドロプタ、これは柔らかいという意味ですね。ですので、硬いと反対のものは、この4番の柔らかいになりますね。では、次は、高級の問題です。こちらはこのカッコに入るものを選ぶという問題ですね。問題文は、오늘이처럼쓰레기줄이기운동이모모에올라서게된것은자원봉사자들의헌신적인노력때문입니다。こちらの意味はわかりますか？演説をしているような内容になっていますね。今日このようにゴミ減らし運動、スレギ・チュリギ運動ですので、ゴミ減らし運動ですね。ゴミ削減運動といったふうに訳しても構いません。何々に乗ることになりましたのは、ボランティアの皆さんの献身的な努力のおかげです。チャオンポンサジャですので、ボランティアのことを指しますね。時間奉仕者という漢字語になってきます。ではこのカッコに入るもの、何が入るとぴったりきますか？1番ゴッテギ、2番クエド、3番ハンガウンデ、4番関心。見つけられましたか？
それぞれ1番は頂上てっぺん、2番は軌道という漢字語ですね。3番は真ん中、カウンでも真ん中という意味ですが、半がついていますのでど真ん中という漢字になりますね。関心は関心という漢字語です。ですので何かの運動が何に乗るという時にはこの軌道に乗るというのがぴったりきますね。韓国語でも同じです。2番が正解です。では括弧に2番を入れて一緒に読んでみましょう。오늘이처럼쓰레기줄이기운동이궤도에올라서게된것은자원봉사자들의헌신적인노력때문입니다。今日の動画はいかがでしたか？新しく始めたことが順調に進むようになることを日本語で軌道に乗るというのが、韓国語でも同じように궤도에올라서다というふうに言うということがとても面白いですね。韓国語は日本語と近いこともたくさんありますので、学習していてとても面白いです。このような面白い点、どんどん見つけていってくださいね。그럼 오늘은 이상입니다. 안녕히 계세요.